次、青くん20万人おめでとうございます。ありがとうございます。さて、アニメディアで尊敬する人に、はい、ペコちゃんの名前を書かれていましたが、どんなところが尊敬するところか教えてほしいです。そうなんですね、アニメディアさん見ましたか？そう、僕たちリグロスの手書きプロフィールやら何やらが書いてある。僕はね、尊敬する人のところに実は宇佐田ペコラ先輩の名前を書いたんだよね。そうか、僕あんまり配信でその話をしたことないからなぜって思うか。うん、そうだね、僕がオーディションをね、結構何回も受けていたことは、ホロライブのオーディションを何回も受けていたっていうことはもしかしたらちょっと話しているんだけれど、その中で僕はね、さすがに受けまくって落ちまくってるから諦めかけていたんだけど諦めかけていた時期は確かにあったんだけど、っていうか今回受けてこの合格するちょい前にちょっと諦めててちょっとオーディション送るのをね休んでいた時期があったんだけど、その時になんか、まあなんだろう、僕結構まあなりたかった一番の職業である漫画家にもなれたし、歌はねホロライブに入らなくったって歌えるかみたいな、もう言い方悪くすれば諦めモードに入っていた。今の状態でも十分幸せじゃん、大丈夫じゃん、ホロライブに入れなくったって十分じゃんみたいな諦めかけていた時期があったんだけど、って思っていた時期にペコラ先輩の200万人耐久記念の時かなをたまたま見てて、そしたらなんか割と結構感動的な配信だったよね、見てた人もいると思うんだけど。うん、すごいさ、あんだけもう超有名な、もう VTuber といえば思いつく人誰ですかって言われて絶対ペコラ先輩の名前を挙げる人ってこの世にいっぱいいる、それくらい有名になった方なのに、ちょっとうるってしてるシーンがあったよね、あの配信って。それを見て、あーなんて向上心のある方なんだって思って、僕向上心のある人間が基本的に好きだから、あの配信を見て、あー今のこんなにすごい人になっても現状維持みたいなの満足しないで、いつまでも上を見続けているペコラ先輩がかっこいいなって思って、あやっぱりこんなすごい人がいるところでアイドルをやりたいなって思った。それがあって尊敬する人に名前を書いたかな。それね、僕がよしじゃあもう一回だけ送ってみようって言って、確かそのオーディションの動画にペコラさんのここで感動しましたみたいなことも言って送ったはず。さらに僕はあれだね、なんだろう、こう素の自分で動画を送ったのがそれが初めてだったから、それまではちょっと頑張ってこう可愛こぶってオーディションを送って落ちまくってて、あ素の僕を受け入れてもらえたんだなって思ったのが嬉しかったなっていうのもあったねっていうので、やめてね、本人に言わないでね恥ずかしいからやめてね。うん、そうなんかちょっと可愛こぶって頑張って萌え声出そうと努力した動画は全部落ちて、もうすでにあどうしても入りたいですみたいな真面目なやつが通ったっていう。だからみんなもね、自分を作りすぎないことがコツかもしれません。はーい。